パート何本だろう、ニューニューの。それは覚えてなかったな。とりあえず撮り始めるかって感じで起動したはいいけど、これな、パート何本だ。パート13。ニューニュー実況パート13やっていきます。せめてニューニュー常にカメラ向いとけ。カメラ意識しとけ。今横見せてた。やっていきます。ちょっと時間的にってか余裕ができたんでね。ニューニューを撮っていこうじゃないかな。そんな気持ちで。やっぱゲームは息抜きですよね。息抜き。そこを大事にしていかなくちゃいけない。楽しいものであってね。義務感に襲われてやっちゃいけない。お、やろうかな。ニューニューやろうかな、みたいな。なんだこりゃ。ウエスタンステージだったと思うんですが。まずここがそもそも突破できるのか。ジャンプで、はい。見てくれ、この残機を。21機。前回のパートでやたらと、やたらと残機が増えちまった。これは？あ、ギリタウは。ギリタウけど。タウって通用すんのかね？世間一般的に。ギリ立ってるけどさ。いや。これ。ちょっともう。ウエスタンステージの一番初めの牛のところの火じゃないな。難しさがもはや。おらっ。溜めまくった残機をもしかしたらここで全て使い果たすことになるかもしれないな、と。名乗りを忘れてた。どうもアザラシです、みたいなことを言うのを忘れて。これ難しいぞ、いきなり。ニューニューはパート、ここら辺まで。ボタンの押し間違い。1分5秒が経とうというのに、この、全然まだワンコインすら取れてない。これは前回の、ここもしかしてあれか？よく見えんけどさ、隙間がある？ここのところ。ちょっと見えないけど。ここ隙間があるかな。もう落ちたよね。こうか。間に合う気がしない。間に合う気がしない。うちゅ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 ってなってんね。なるほどね。あそこ落ちるんだ。隙間があって。おっ、てい。やりおる。開始ものの数分でもはや絶望に叩き落とされる。さすがニューニュー。これは娯楽ではない。その現実を今知らしめに来てるね。これ、普通に歩くと間に合うからダッシュするけど、ダッシュすると挙動が定まらんから、横に落ちた人で怖いんだよな。あ、前回楽だったな、トロッコ。人の引いたレールの上を行くのが楽だった。自分の足で進むということの難しさを。この開始数秒で。ちょっと待て、よよよっとっとっとってなってる時はさ、この指がさ、かかってんだからさ。よっとっとっとってなってる時は岩回避させ、こういう状況になってんだろ？これだったらほら、岩回避してもいいよな。よっとっとっとってなんとかなんとかならんかな、それで。よし、これはいける。これでうまい感じで次のをパス、できるかい？おう。大きいものってさ、大きいものって遠くでも近く感じるよなっていう、そういう錯覚を利用したギミックですね。これは難しいよ。じゃあダッシュはさ、ダッシュは難しいよ。やっとったんぞ、うおらー、よっしゃー。ここぐらいは突破したい。つい歩いちゃうんだよな。ダッシュ怖いからつい歩いちゃうんだよな。つい歩いて結果これだよ。よしこっちでかわしたいな。よしよし、来い、よっしゃー、よし。よー、これもう多分これこの1回しか成功しないわ。そうそう成功するものではない。このあれだな、この岩が出ている奥に行ってみたいな。ラピュタのさ、
ラピュタのあの、あれなんだ、巨神兵じゃねえよな。ラピュタのロボットが出てくる穴みたいで、ここをこう、ダダダッとこう、パズーみたいに、どこに上がってくんだよ、この先がねえじゃねえか。おぉ。多分ね、あれ、多分この緑に見えてる部分、落ちる気がする。ずっと乗ってた。だからすぐここに移らなくちゃいけないような、そんな気がする。方針だけど、落ちるうんぬんじゃねえな。まず溝があった。あそこの1アップまで行きたいが、そう簡単じゃないな、多分。この手前のね、手前の緑のこの島は信用しない方がいい気がする。ここに乗ってジャンプ、ダッシュジャンプしようと失敗するから、初めからここから、まず手前で試してみようか。落ちるかどうか。バカが。俺のバカが。分かっていた。見えてる地雷を踏みに行くってやつだな。絶対落ちる気はしてたんだけど。気はしてたんだけど、落ち始めるとジャンプ効かないんだよね。なんか、どういう仕様なのか分かんないけど。分かんないんだけど。この狭いの乗るのだって結構難しいんだぞ。残機が。俺の残機が。トロッコでためにためた残機が。使い果たされていく。つらい。ここで、いけたらここでこっちに。よし、これで。よし、オッケー。オッケー。うわ、危ない。おぉ。ふぅ。スリリングですね。ダッシュジャンプを普通に使いこなせるようになってないと、もうここから先はいけないってことですね。了解。ふぅ。神道滅却。精神性が磨かれていく。ニューニューによって。ダッシュすると、床にね、床じゃねえ、壁のところなの、崖のところで手がかけられないんですね。ぶつかっちゃってね。そういうことも、そういう無駄な知識が頭の中に入っていく。数日前までめちゃめちゃ勉強、数日が今日だってめちゃ、今日っつうかね、今日かな。夜の2時ぐらいに起きてずっと勉強してて、それでね、テストに臨んで、なんとか結果を収めて、そして今ここでね、ひとしきり家に帰ってきて、もう、ね、眠りに眠って約4時間ぐらい寝て、そして今に至るっていう、そういう状況で、少し余裕ができたからさ、まあニューニュー取るかっていう、まあそういう状況でやってるんですけどもね。人の記憶って何なんでしょうね。なくな、その、入れすぎたら消えたりとかすんのかな。だからさ、そのニューニューのさ、ダッシュして、崖のところに行くと指つかまれずに落ちるっていう情報なんかはさ、今後の人生において全くいらない情報だけどさ、こういう記憶も自分の脳の容量の一部を占めたりするんだろうかね。例えばに、シェンムーやった時も思ったけどさ、そういう昔の記憶というかさ、街の街並みというかさ、そういうデータもさ、脳の中に、お、これこういけるわ、いける。そりゃ無理だって。そりゃ無理だって。最近歌を覚えた。歌も覚えた。歌詞をね。完璧に、ブルーハーツのね、月の爆撃機を空で歌えるようにと思って。歌も覚えた。でもそういう風な歌を覚えたっていう脳の容量もさ、食われてるっていうかさ、逆にそういう覚える努力によって記憶力が高まっ、記憶するのがもしも筋肉だとしたらさ、記憶する筋肉がね、上がっていったりもするのかななんてことも考えたりしますけどね。何を言ってるのかよくわからない。今覚えてるのはね、ニフェジピン、それと、ジルチアゼム、ベラパミルっていうのを覚えてる。頭の中に入ってる。いいタイミングでいくよ。あ、そうだ、そう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 。
落ちる床は手かけられないから、これもあの入乳メモに記していかないと。記してない、脳内にある入乳メモにね、落ちる床は手をかけられないから、ちゃんとすぐ飛ば、そんな風にあのギリギリを攻めちゃダメっていう情報がね、脳内メモに蓄積。もうやだ、乳乳が丸焦げに、俺の乳乳が丸焦げに。でこれはもはや俺じゃないけどな、これが俺ではないけどな、これはもう他でもない乳乳です。プレイヤーではあるけれども、なんかこう自分とは全く切り離された別の生き物。ここまでは来れるようになって、やればなんかね、できるようになるんですね。ニューニューという成功体験というかさ、成功体験するんじゃないよけど。もうダメこれ、このタイミングもうダメだよ。はっ。もうちょっと落ちるときにうまいことこっち側行ったら、あれできたかもしれない。飛び移れたかもしれない。飛び移れたやもしれん。薬の名前を50個ぐらい必死に覚えてた。そういうふうなことをしてました。そういうふうな作業に没頭していた。ニフェジピンの方が、膜電位性が高い。膜電位依存性が高いから、細胞膜の浅いところに結合して、そのために、血管選択性が高くて、心臓への負担が少ない。みたいなね。みたいなね。アトロピンが、抗コリン遮断薬。んで、ベラパミル。ベラパミルじゃねえな。頼むぞ。うわっ！って、ここでまだいける。生き残れない。ちょっとぴょんぴょん行き過ぎたか。もうちょっと落ちるタイミングで前にジャンプすれば、おそらくその、登り切るタイミングで、まあな、ちょっと言うが安しじゃな。行うが安し。違う。言うは安し。行うは堅し。行った方がいいな。もう。マグネチックモーモーだよ、これ。スーパーマグネチックモーモーだわ。なんだっけ？サイクリック GMP ホスコジエステラーゼっていうのがあって、その名前がどうしてももう覚えられなかった。テオフィリンじゃないんだよな。テオフィリンは多分、サイクリック AMP フォスコジエステラ、自信ないな。ていっ、よし。別のことを考えながらやってしまうな、今は。そう、なんか今日、ラセルピンじゃない。シルディナフィル。シルディナフィルはサイクリック AMP か。ん？ああ、間に合わない。フェニレフリンだ、そう。フェニレフリン。目の点眼薬の中に、フェニレフリンとトロピカミド、アトロピンが入ってる場合に緑内障のに影響が出るっていうのを答える問題、設問の中に、また落ちたの中に、またもうでも出てこねえ、なんだっけ、フェニレフリン、そう、フェニレフリンが、アルファ1、作動薬なんだけど、フェルネフリンをイミプラミンかなあたりと勘違いしてて、アルファ1作動薬と、ベータ遮断薬をこう、ごっちゃにしてて、違う、ベータ遮断薬じゃねえや。サクス、もうスウォッチャーにしてて、なんか答えられんかったっていう、そういうのがありました。そういうのがあって、なんかもういろいろ、もうほんとタムスロシンは R1 遮断薬だとかさ、あとメトプロロールはベータ1遮断薬とかさ、そういうふうなことをすごく頭の中にこう叩き、もう間に合わんのんじゃ
そしてもう残機がなくなった。もうこれ15分だぞ。これはこれはあれだね、パート10ぐらいの悲劇、悪夢がまた蘇るね。これはまずいですよ。悪夢がまだ、悪魔だ、この悪魔の顔してたな今。俺は悪魔じゃないからな、悪魔でも悪魔じゃないからな。やっぱこいつは俺じゃない。これはまずいですよ、まずい、まずいですよこれは。これはまた本当にもうこのもうだ、なんだろうな、なんかもうやばい感じがしてくるんだよな、やってるとダメかもしれんっていう。あれだけ残機を作りまくったトロッコの、トロッコで作りまくったさ、その貯金がもう一瞬にしてなくなったわけだ。このダベリをグダグダ喋りをしてる15分の間にトロッコで作りまくった貯金をだな、すべて吐き出すっていう暴挙がね、繰り広げられたわけですね。もっと集中していかないと、入院は遊びじゃないんだよっていうことをさ、すっかり忘れた。ちょっと息抜きに乳乳やろうなんて、そんな甘い考えで始めるじゃ困るんだよっていう、そういうふうな制作者さんサイドの、これぐらいでジャンプすると間に合うかな。で、こっちに。おう、間に合った。間に合ったからなんだっつうんだったら、これ絶対無理だろ、こう、くくりクリアするの。これ今の絶対無理だろ。なんかジャンプの高さ足りないんだが。あれはどうしたらいいかな。ちょうどいいタイミングでダッシュジャンプ決め込み。黙っちゃう。もうそうなるの分かってんだよ。ダッシュするとさ、挙動が怪しく、ちょっと違って。よっていい、よいしょ、おい。よっと。ここの丸いのに飛び移るのはもう、残機3つなんてこんなもんだぞ。一瞬で使い果たすな。パチンコ屋の3000円ぐらいのもんだな。パチンコせんけどさ、3000円ぐらいの多分あの使い方なんだろう。一瞬でなくなるっていう。20機っつったらまあ、20機がまあ2万円ぐらいとしたら、それぐらいだったらまあなんとか、この難しい、台っていうんかな、ステージを突破できるかなっていうぐらい。無理かもしれん。無理かもしれんっていう、そんな、あの、かもしれんじゃないな。無理だろうなっていう、そういう。ここでキープ、素晴らしい。これもう一回使えんかな。あっ奇跡なんてな、そんなに起こらないから奇跡って言うんだろうね。全然関係ないけど、今すごくフェデラーの話がしたくなったんだけど、まあまあいいや。もう残りあと1時間じゃねえ、1分半ぐらいでフェデラーの話をしたところで、うん、うまいようにオチをつけられる自信が、もうだ、助けてくれ。これさ、もうこっちのタイミング、無理、だからこう言ってこう、ちょうどね、あの今前後オープンの時期でね。全豪オープンっていうのは、あのテニス四大大会の一つ、オーストラリアで開催されてるやつが全豪オープンって言うんですけどね、まあ、この冬の時期だから、それはオーストラリアは夏だなっていうね。いけるか、なんで今のいけないの、今のなんでいけなかったのなんですけどね。その全豪で、あのフェデラーが韓国のね、チョンミンかなっていうね、今期待の若手ホープみたいな選手がちょうどあの2回戦ぐらいかなで、ジョコビッチを破ってね、ちょっとこう意気健康な感じだったんですよね。その、チョンミンをあっさりとストレートで下すっていう、それ以上だね。大セットを6-1ぐらいでカット
6-1 ぐらいで制して、で第2セットの2-1ぐらいで、相手が豆つぶれで危険っていう、なんとも情けない負け方をしてるなという気がしたけども、相手がね、チョンミンっていう選手がね、若いんだからさ、ちょっとフェデラーの胸を借りてテニスをしろっていうまでは言わないけど、そんなことはまだ間に合わないな、ちょっと、消化不良とは言わないまでも、やっぱフェデラーって強えなって思った。フェデラー俺よりおっさんだからな。俺よりとは言わないけど、俺よりって言い方はあんまりしたくないけど。で、決勝はおそらくナダルかな？ナダルじゃねえや。チリッチ。もうちょっとテニスが、ノーンで間に合わないの？もうちょっとジャンプして間に合ったかな？戻ることができたかな？せめて。テレビとかでテニスを見始めてたような、そんなね、ワウワウとかで見てた頃に、その頃に出始めたような、そんな選手がさ、間に合わん。未だにその世界のトップを、言ってみればこのあれだよ、ドリームキャストと同じぐらいの、ドリームキャストでゲームしてた頃に、まあ出始めてたような選手がだな。優勝したりしてたような選手が未だに、で、現役の第一戦、もう終わりだ！今日はここまでだ！ほな、また懲りずにニューニューあげると思うんで。ほな、また！これもうセーブ戦勝ったら次22期から始まるんだよな。セーブしないよ。セーブしません。ほな、また。